コバと組んだってケーキを2つ食べたい時もある。小市民シリーズ第6話の反応集&感想どうぞ。いちごタルトからトロピカルパフェになった。今回から夏季限定トロピカルパフェ事件だぜ。ようやく季節は巡り夏へ。今週もおさないさんに向き合うか。夏アニメっぽくなってきた。夏祭りアニメだ。元怪物リンゴ飴。焼きトウモロコシ食べたい。いきなり作画いいとこ見せられてる。聖地巡礼アニメーションやっとるわね。浴衣のおさないさん来た。浴衣にお面にめちゃくちゃエンジョイしとるやんけ。確かに浴衣の柄も相まって小学生。身長130代らしいから小学生に間違えられるよな。高げたキック、相変わらず暴力的で草。すぐ足出すんだから。キツネ面似合いすぎでは。唐突にキツネ面にとっ捕まるの日常系じゃなかったら危なかった。ありがとうございます、ご褒美です。蹴飛ばしたらどうやっても痛いだろ。高げたじゃなければスネを蹴って言い訳じゃないんですよ、おさないさん。蹴飛ばし方に謝るのほんと猛獣。許してくれるよね、蹴り済み。狂犬が過ぎるだろ。一緒に歩こう。チャリで来た。浴衣で自転車。置きっぱなしにしてたらまた取られるぞ。下駄浴衣で自転車は厳しくないか。夜遊びにふけることのないように。今日も小市民目指してる。ライティングキツネ名にいいですね。バナナチョコ、イニシン。バナナチョコって原材料代いくらだろ。ルールは破るためにある。小市民ではなくゴステロ様だよ。小市民にこだわりすぎな気もする。綿菓子食べるの忘れてがっかりしてるのかわいすぎか。深夜アニメならチョコバナナフランクフルトしろ。最近の綿菓子は袋入り。祭りの物価上がったよね。ヨンリやひなさんの声を聞くのが夏休みの予定かな。素敵な予感、イニシン。絶対ろくなことにならんぞ。セミ兄貴白心の演技。来ちゃった。家にまで押しかけてきたぞ。ノースリーブおさないさんかわいい。その服はさすがにエーチだろ。ノースリーブだとますます子供っぽいな。これがなんだかわかるか。秋山ロケの地図ではない。岐阜にこんな行く場所ないだろ。スイーツセレクション夏。結局スイーツ何回。そっとじ締めやがった。なんで締めるんだよ。そっとじするようなやつだったのかお前。あざとすぎる。この上目遣いはずるいでしょ。なんなのこの可愛い生き物。その声で言われたら受け取るしかないだろって。セミニキオスオス。受け取らないと基礎三線に沈められる。セミニキうるせえ。だからなんだよこのカット。こん負けしやがった。やっぱりおさないさんの上目遣いには勝てなかったよ。おさないさんの甘えっぷりが卑怯だわ。小鳩くんみたいな人、あくまでみたいな人。君が適任と推薦したんだよ。デートじゃん、こんなのデートじゃん。これだけ仲いいのにカップルじゃないってま。めっちゃ書いてある。その量がどこに入るというのか。小鳩くんのこの顔よ。お使い頼んでる。めっちゃ要求するやん。走りじゃねえか。ごめんなさいサンド。ごめんなさいと言いながらオーダーは強力。走らせたい時に使えるキャプ。身勝手の極意。分隊だけは腰が低いが坊君に他ならない。行けなくなったから買ってこいってのがおさないさんらしい。よく付き合ってられるな。普通に成人すぎるだろ。末尾にごめんなさいをつければなんとかなると思ってる女。これじゃ小市民じゃなくてパシリだよ。4つじゃない。シャルロットの個数伝えておきなよ。代わりを求められるかもしれんし。やけくそに暑かったんだ、岐阜だしな。可愛いから許しちゃう。ごく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 。直帰で麦茶。普通に家に上がっとるやんけ。いい部屋住んでんな。高級マンションって感じだな。3つしかないのを報告しよう。1個足りないことで小鳩くん殺されそう。誰と電話しているのか。家から出られなくなった理由なんだろうね。ちょっと待ってね。ちょっとがどの程度かは明示しない。戻ってこない。待てと暮らせどおさないさんが来ない。こそっと勝手に食ったらめっちゃ切れそう。いつまで待たせるんだ。ちょっとおさないさんのタンスでもあさらないか。1個くらい食ってもバレへんやろ。
小鳩くんかわいそうになってきた。スプーンで食べるのか。食べちゃダメだ、狼にやられるぞ。食べちゃった。いい顔するじゃん。小鳩くんもうなるほどのうまさなのか。さすが幼いセレクション、めっちゃうまそう。甘いものはって言った割に喜んで食うな。甘いものはそんなにっていうやつの反応じゃねえぞ。小鳩くんが幸せそうで何よりです。岐阜にこんな甘いケーキ屋があるのか。しかも10位。過去一に感情出してないか。小鳩くんをうならせるシャルロットの味気になるぜ。長谷園お茶漬けばりにセリフなしでうまさを表現する男。いいリアクションする。グルメ漫画の主人公をやれるよ。帰ってくるの遅くない？見こくった疑惑かけられそう。よからぬ考えを始めたぞ。もう一個ぐらいバレへんやろって考えてるだろう。それ以上はやめておけ。わざわざトラブルの種を作るのか。シャルロットは最初から2つしかなかった。いいね。食べ物の恨みは恐ろしいぞ。お前それは小市民のムーブじゃないぞ。さすがにそれ食ったら殺されるだろう。バレた時にとんでもない目に遭わされそう。血祭り待ったなしだぞ。この後変わり果てた姿で発見されたんだよね。レシートでバレそうだが。完全犯罪を目論む小鳩くん。ひどい目に遭う未来しか見えない。完全犯罪の計画、証拠隠滅フェーズ。隠蔽して食うのに確認が多すぎる。戻ってきたら半分こしようとか言って交渉した方がよくね。こんな形で小鳩対応さないになるとはな。早速バレそうになってて草。おいおいおいしぬはあいつ勝ちという夢だったのさ。イメージかよ。幼いさんにバレる幻覚を見ている。マイホームヒーロー級の緊張感が出てきた。なかったことにしてはいけない。牛乳パックレンチンマンなら普通にゴミ箱に捨ててそうだな。全部食べてなかったことにすればよいのでは。共に2つよし。そこまでして食いたいか。小鳩くんにもこういう日があるのね。そこに隠すの。本当にそれで大丈夫か。汚れたままのものをポケットに突っ込むな。サブ隊回収来た。ふっ、シャルロットは僕のもの。コーヒーの残りがおかしくなってしまった。ドバー。はっはっ。コーヒーの麦茶割り。こいつマジかよ。それはもう剣語レベルだよ。こいつ食い物が関わるとアホになるん。やっと戻ってきた幼いさん。目が泳いでいるぞ。お前その麦茶コーヒーでシャルロット食うの？残りが少なくなってたのは事実。まあ売り切れてたのは本当なんでね。謎に緊張感のある会話が繰り広げられている。27度って割と適正な気がするの。僕だけ27度なら余裕で涼めるだろう。いやこれは外に出てからの27度はだいぶ涼しいので筋は通ってるよ。人様の家の電気代を勝手にあげるわけにはいかねえからな。人様の家の家電を勝手にいじれなくても人様に買ってきたケーキは勝手にいじる男。やっぱり可愛い。なんで味知ってるんですかね。あーあんしてくれるのかと。ああ。何かミスった。顔に出すな顔に。紙ナプキンの数が合ってるかどうか。2枚あった。そこまで細かく見るか。いやこれは考えすぎだろ。店員が間違ったで通せるじゃん。あんまり相手の見てると怪しまれるぞ。完璧にやったと思ってもうっかりが生じる。小鳩くん、頭はいいけど嘘をつくのは苦手なのかもしれん。一度だけの言い方かわいい。ホールであるのかよ。ホールでシャルロットを食べる幼いさん、あまりにも貪欲すぎる。ここの会話はカット。一体その小さな体のどこに入るんだ。貴重なコーヒーが。こいつ拭くのに使ってナプキンの枚数うやむやにする作戦か。証拠隠滅を図りやがった。小賢しいな小鳩くん。明らかに焦っててわろてる。人様の家でゴミを投げるな。お前がこぼしたコーヒーを拭いた紙だ。お前が捨てに行け。ダメだこの回ずっと笑ってる。動きと目線が泳ぎまくってて怪しすぎるだろう。幼いさんが探りを入れてきた。釜かけに来たぞ。ざわざわ。死刑宣告始まったか。ソースのことを知らない。食べたことあるって言ったのに。
さっき好きな味って言ってたもんな。ひえ、やっぱり死ぬしかねえ。怖い怖い怖い、緊張感出てきたぞ。無言で背中から刺されそうで怖い。だからなんだよこの空間。バッドエンド不可避。おさないさんの視線エッチすぎない？やばい、消される。この笑顔怖いな。おさないさんの相手を追い詰めていくこの顔、最高すぎる。声も良すぎる。生きて帰れると思うなよ。ケーキ食うだけでなんでこんな緊張感が生まれるんだ。これバレてますね。もうバレててくさ。おさないさんも頭回る方なんだね。付き合ってね、ブチギレ。弱みを握った時の笑顔。地獄のコレクションに付き合わせるおさないさん。これは断れるわけねえな。全部に付き合うのが罰、ご褒美でしょう。下手な勝負に出たばかりに完全に逃げ場を失った小鳩くんであった。でもこのケーキ小鳩くんのおごりなんだよね。何を拭いたんですかね。ハンカチではなくティッシュで拭いたのがおかしいと。敗因、何でもとりあえずケツポケットに入れる習性。そこまで見てるのかよ。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。おさないさんの推理えぐいな。まるでトリックを考えたような観察目。この機に及んで負け惜しみを吐く小鳩くん、あまりにも敗北者ムーブ。小鳩くんがアホみたいなことして終わった。探偵が優秀な犯人になることはできないようだ。キャスト3人しかいないから女店員さんがメインみたいになってんの受けるな。今までで一番緊迫感があってくさ、率直に神回だったな。面白かった。毎回おさないさんと勝負でええわってなる回だった。今日の小鳩くん、蹴られる、炎天下にパシられる、ケーキのお金はもらえない。高度なプレイですね。奴隷契約でも結んでるのかな。こんな可愛い子のうちにお呼ばれしてシャルロットだけ食って帰るとかないだろう。家にいなくちゃいけない理由なんだったんだよ。高校野球でも見てたのか。クソ暑いから外出たくなかったんだよ。暑い中スイーツ買いに行かないで済んだ。小鳩くんと推理談義ができた。ランキング制覇に小鳩くんが付き合ってくれる現地取った。スイーツ代はすべて小鳩くん持ちになった。小鳩くん呼び出す電話だけでここまで決める幼い散策しすぎる。いくら可愛くても実際にいたら付き合い考えるよな。小市民シリーズ第6話視聴させていただきました。今回から夏季限定トロピカルパフェ事件がスタートしましたが、新章一発目がまさかこんな神回が来るとは。過去一章もなくてくだらない事件でしたが、間違いなく過去一面白かった回でした。いやー、このアニメ小鳩くんとおさないさんだけでいろいろしてた方が面白いんじゃないか。てか小鳩くんもこんなリアクションするし、こんな卑怯なことするんだな。ちょっとだけ好感度が上がったよ。おさないさんのこの強者感あふれるオーラは何なんだ。生徒会役員どもの鈴並にちっこいくせに。いやでもほんと可愛いな、この小学生。男の家にノースリーブで来るとかもうちょっと低層観念持って。ケーキ4つ買ってこいって言ってたけど、もともと2つずつ食べる予定だったんだろうとは思いますが、小鳩くんが甘いものあんまりとか言ってたし、ワンチャン1つもらって3つ食べる算段だったかもしれない。長電話も嘘だったりして、本当だとしたら相手は誰だったのか気になりますが、伏線だったりするのか。でもさ、理由は不明だけど家から出れなくなったからって炎天下の中男にスイーツ買わせて持ってこいとか嫌だわ。これは旗からカップルに見えたとしても彼女にはしないわけだわ。しかもおごりなんでしょこれ。めっちゃいい家に住んでるんだし、お金ぐらい割り勘してあげろよ。小遣いないのかね。てか今までのも小鳩くんがおごってたのか。そういう描写ってアニメで今まであったっけ。そう考えるとおさないさんのわがままに付き合ってる小鳩くんが一気に成人に見えてきたわ。それともこれも何かの理由があって、中学生だった時の小市民じゃなかった要因の一つだったりするんですかね。という感じで、ほんとどうでもいいような事件だったわけですけど、めちゃくちゃ面白かったです。夏季限定トロピカルパフェの面影とか全くなかったけどね。次回のスイーツデート中にまた事件に巻き込まれての本格スタートだろうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。